皆さんこんにちは、ブロウウィンドです。前回に続き今回もお題はドリカムの嬉し恥ずかし朝帰りです。日本のソウル老若男女国民的に人気がありますね。また内容も素晴らしい。この頃は洋楽アルバムしか聴かなかったのですが、ラジオで吉田美和さんの歌聴いて、中村さんの音作りも素晴らしくて、PC を使って音楽作る人が台頭してきますね。門松俊樹さんも PC 使ってたんですね。今回はボーカル丸裸バージョンで、ピッチのずり上げとかこんな感じで編集しています。3度下のハーモニーも要所要所でつけました。では、ブロウさん、どうぞ。
最後まで視聴いただきありがとうございました。カラオケシンガー、ブローウィンド。